ノアちゃん。ハルくんとノアちゃんは席が隣同士でした。ノアちゃんはお母さんがアメリカ人、お父さんが日本人のハーフで、5歳の時に家族で日本に引っ越してきました。ノアちゃんは日本語があまり上手ではありませんでした。ハルくんもクラスのみんなも、そんなノアちゃんを面白がってよくからかっていました。お前の話し方、なんか変なの？からかわれたノアちゃんはいつも真っ赤な顔をしてうつむいていました。そんなある日、学校でアメリカ人の先生がやってきて英語の授業が始まりました。ハルくんは英語が苦手でした。ハルくんには先生の話す英語が何かの呪文のように聞こえていました。授業の終わり時間。さあ、今日の復習として英語で自己紹介をしましょう。先生が教室を見渡すと、俺に当たりませんように。ハルくんは願いましたが、願いは叶わず。ハルくん、お願いします。当てられてしまいました。ハロー。するとみんなは大爆笑。先生も呆れた顔で座れの合図を出しました。ハルくんはうまく話せなかったことが恥ずかしくて悔しくて、顔を真っ赤にしてうつむきながら座りました。先生は次にノアちゃんを当てました。ノアちゃんはペラペラととても上手に英語で自己紹介をしました。Excellent! 先生もみんなも自然とノアちゃんに拍手をしていました。その日から誰もノアちゃんの話し方をからかう人はいなくなりました。ノアちゃん、おはような挨拶は英語でなんて言うの？お腹すいたってなんて言うの？ノアちゃんは一つ一つ丁寧にみんなに英語を教えてあげました。ノアちゃんはいつの間にかクラスの人気者になっていました。ある日、国語の授業中に隣の席の人と朗読を練習する時間がありました。ハルくんがスラスラと教科書を読み終えると、ノアちゃんの番になりました。ノアちゃんは時々詰まりながらも、一生懸命教科書を読みました。ところどころ発音がおかしなところもありましたが、ハルくんはもうからかいません。それどころか間違っているところは一つ一つ丁寧に教えてあげました。朗読の発表の時間。ノアちゃんが先生に当てられました。するとノアちゃんは堂々とした様子でスラスラと教科書を読み上げました。クラスのみんなは思わず拍手をしました。拍手を浴びながら席に着いたノアちゃんは、ハルくんの方を見ると嬉しそうに、ありがとう、とお礼を言いました。おしまい。